ハヌイリビングの田口です。今私はファンケイビン通り金馬林団エリアにありますファンケイビン通りに来てます。はい、すぐそこが林団通りですよね。はい、もう皆さん知ってらっしゃると思うんですけど、はい、ここのファンケイビン通りのそこに横にこのミラークっていうね、美味しいあのラーメンの美味しいね、お店がありますね。はい、この横にエイペックっていうホテルがあって、その横に南サービスアパートがあります。はい、今日はここのご紹介ですね、押します。はい、以前も昔ねちょっと撮ったんですけどもね、まあもう一度撮り直します。はい、家賃も若干改定されているのでもう一度撮り直しますね。はい、こんな風にね、もともとオーナーさんがいたんですけども、ちょっとオーナー変わってね、はい、新しいオーナーさんに変わりました。はい、その新しいオーナーさんというのはもうサービスアパートメント業をしっかりやるね、もう老舗のなんて言いますかね、経験済みのオーナーですから、もともといらっしゃったオーナーさんはちょっとねまだ素人さんというかね、まあ、サービスアパートをやったことない方が一生懸命見よう見まねでやってたという感じなんですけど、はい、そこからここをね借り受けて、で、日本人向けにサービスをねちょっとこう強化してやってると、はい、そんなサービスアパートですね。じゃあこれから部屋ですね、ちょっと取っていきますね。はい、じゃあこれから部屋ですね、取っていきます。はい、全室がね、スタジオタイプの南っていうね、南っていうサービスアパート、以前もねこう撮りましたけどもね、再度ちょっとこう令和になって、はい、新たに、撮り直しますね。はい、内容はそんなには変わっていません。そんなに変わってはいないんですけど、まあこじんまりとしたねスタジオタイプ、はい、ファンケイビン通りのまさにど真ん中ですね。ファンケイビン通りにあります真横側のミラクっていう美味しいねラーメンが美味しい日本食レストランがあるんですけど、はい、そこなんですよね。はい、入り口入ってちょっとした廊下があって、キッチンスペースがこんな風に並んでるんですね。で、横はこういう、まあ、靴箱ですよね。これ下足箱だと思うんですよね。下足箱だな。はい、棚があって、まあまあここに置いとく感じですかね。はい、でこんな風になってて、で冷蔵庫があって電子レンジがある。はい、ちっちゃなね一口のキッチンシンクがあって、ちっちゃな IH のクッキングヒーターありますが、まあ細かいところはお皿とかまな板とか包丁とかね、チョップスティックとかお皿類、まあ、全部こんなのは全部つきます。はい、つきますので、キッチン周りのもので持ってこなきゃいけないものは多分ないかなと思いますね。はい、パン焼き器とかね、パンが好きな方はちょっとないので、そういったものは近くの電気屋さんで買っていただくかですかね。ブレーカーがこうついてます。で、バスルームがこんな風になってますね。バスタブもついてますが、おそらくお湯はね30リットルぐらい天井裏にありますから、うん、まあ肩までゆったりっていうことはできないと思うんですけど、半身浴ぐらいかな、できるんであればね。はい、で窓が一応ついてます。湿気飛ばしの窓がついてる。で、こんな洗面がありますよね。はい、で、ヒップウォッシャーがちゃんとついている、お手洗い、トイレですね。はい、スタジオタイプで、バスルームが一つついてると、こんなタイプが、ありますね。はい、家賃に関しては、まあ、下から上でね階層によって違うんですけども、770ドルぐらいから上は上がっても930ドルぐらいですかね。それぐらいの間で推移しているサービスアパート。はい、でここのこっち側のタイプと、もう一つね、まあ、向こうに見えてますから、今先ほどチェックアウトしたばっかりなんで綺麗になってません。今僕が取材でここでペラペラ喋ってる間にガチャガチャガチャってこうスーツケースを転がして出て行ったんですよね。ここに住んでらっしゃったって、まあ、これホテルユースとしても使いますから、ホテルですね。はい、ホテルとしても使いますので、なんでまあちょっと反対側のタイプをちょっと取っときますね。こんな感じです。はい、まあこんな感じですね。こっち側が通り沿いかな、こっち側がファンケイビン通り沿いなんですよね。そこにもうロッテが見えてますよね。はい、こっちがちょっとホテルユースにしてるのかな。冷蔵庫がちっちゃいですよね。はい、でもこのここの空間がスカーッと広いですよね。こんなタイプもあるんです。はい、このタイプと向こうの反対側のタイプと、はい、ここにはバスルームですよね。はい、こんな感じです。はい、全部で14部屋、はい、どうでしょうかね。家賃の中に含まれているサービスっていうのは税金、レッドインボイスを出します。で管理費も出します。
はい、あとハウスキーピングサービスは週3回掃除洗濯アイロン掛け全部やってくれます。はい、あとはインターネットの使用料ですね。ケーブルテレビの視聴料で、日本の番組が今も日本の番組やってますけど、はい、12チャンネル NHK プラス民放合わせて12チャンネル視聴することはできます。あと蛇口をひねって出る水道料金ですね、これもついてます。で今ここの中にはウォーターサーバーはつけてませんけども、ウォーターサーバーのウォーターボトルですね、はい、ラビの19リットルのボトルを3本、まあ、単身の方であれば3本あれば十分かなと思います、を家賃の中に含まれてますよということですね。1000ドルを切る南サービスアパートですね、いかがでしょうか。